はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。肉が高い、肉が高い、ハンバーグ作るにも肉が高い、あー安くハンバーグ食べたいな、ということで今日はかさ増しハンバーグを作ります。それでは早速やっていきましょう。皆さんはハンバーグを作る時のこだわりはありますか？余分なものは入れないで、牛肉 100% の豪快ハンバーグがいい、牛と豚の合い挽きを使ってバランスの取れたハンバーグが好き、鶏肉を合わせてヘルシーにする、お肉だけでも割合を変えたり、いろいろな種類のハンバーグが作れます。他にもハンバーグを作る時によく登場する言葉でつなぎというものがあります。肉だけでこねたハンバーグは崩れやすいので、つなぎを入れてこねることで肉がしっかりとまとまって崩れにくくなります。よくつなぎとして使われるものはパン粉、塩、卵、片栗粉、小麦粉、牛乳、豆腐、おから、お麩など様々です。複数を組み合わせて作る場合もあります。以前動画で豆腐ハンバーグの割合を検証しましたが、豆腐を肉に入れることもつなぎの役割なんですね。塩もつなぎの役割があります。大抵は下味として肉に塩を入れると思うので、しっかりとこねれば肉は粘りが出てまとまります。片栗粉などのでんぷん質も食材をつなげる役割をします。牛乳や卵などを入れることでコクが増したり柔らかくなるといったメリットがあります。パン粉は接着する以外にも肉汁を閉じ込めたりする役目もあります。牛乳とパン粉を合わせる方法などもよく見かけますね。ということで今日は肉にどれくらいパン粉を入れるのがいいのか検証します。パン粉はつなぎの役割もありますが、肉に混ぜ合わせることでかさ増しもできるので、最近の物価上昇を切り抜ける裏技になるかもしれません。今回使うのは牛と豚の合い挽き肉とパン粉です。まずはボウルに肉 90g、 パン粉 10g、塩 1g を入れます。肉としっかりと混ざり合ってまとまってます。次は肉 70g、 パン粉 30g、 塩 1g です。パン粉って結構量がありますね。かさ増しの量を増やそうと思うと結構多いです。嫌な予感がします。まだしっかりとまとまってます。次は肉 50g にパン粉 50g、 塩 1g です。なんだか水分がかなり少ないですね。蕎麦を打った時に感じた感覚に近いものを感じます。この粉の量に対してこんな水少なくていいのって量でもこねていくとしっかりとまとまっていました。なんとかまとまりましたね。見た目には油と肉の割合が綺麗なハンバーグにも見えます。これが限界ですかね。とりあえずさらに試してみます。肉 30g にパン粉 70g、 塩 1g です。うん、これはもうつなぎではなくバラシです。全くくっつきませんね。これは検証とは別で、先ほどと同量の肉とパン粉に卵を1個入れてこねてみます。こうすることでまとまりますね。パン粉だけだと限界があるけど、卵や牛乳を使えばさらに肉の比率を下げることも可能かもしれません。並べるとこんな感じで、画面向かって左から肉 90%、 肉 70%、 肉 50%、 肉 30% です。それではフライパンに油をひいてハンバーグを焼いていきます。比較用として 100% お肉のハンバーグも焼いていきます。肉 90%、 肉 70%、 肉 50% を一緒に焼いていきます。さすがに肉 50% は崩れますね。焼き上がったので並べてみます。左から肉 100%、 肉 90%、 肉 70%、 肉 50% です。次にフライパンに油をひいて肉 30% ハンバーグを入れて炒めていきます。もうハンバーグとは何なんですかね。疑問です。お皿に盛り付けて完成です。それではカットしてみます。まずは肉 100% です。肉汁が染み出ていて、少し肉の間に隙間があります。次は肉 90% です。肉汁もあって肉の隙間がなく密着している印象です。次は肉 70% です。表面がカリッとしていて肉汁はなく乾いた見た目です。次は肉 50% です。これはほぼパンですね。最後は肉 30% です。これは何ですか？それでは食べてみましょう。いただきます。まずは肉 100% から食べてみます。ジューシーでほぐれる食感です。次は肉 90% です。 100% よりもしっとりとしていて、同じ割合の塩を入れてますが、パン粉が入る方が塩気が強く感じます。
次は肉 70% です。ジューシーさはなくなりますね。パン粉が増えて塩気が強く感じます。ギリギリハンバーグと言える味わいです。卵や牛乳、玉ねぎなどが入ればごまかせるかもしれません。次は肉 50% です。うん、これはパンです。パンの具材にたっぷりの肉が入った食べ物です。ハンバーグとして食べると頭が混乱しますが、パンとして食べれば美味しいです。次は肉 30% です。これは何ですかね。サクサクです。世界中を探したらこんな料理もあるかもしれません。口の中の水分を一気に持っていかれます。肉に混ぜてかさ増しするなら肉は 70% くらい必要ですね。この割合なら工夫次第でかさ増しハンバーグとして成立しそうです。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。パン粉かさ増しハンバーグいかがでしたか。皆さんの使う定番のつなぎや隠し味などあればぜひコメント待ちしてます。自分たちは群馬県を中心にホルモン島田というホルモン屋をやってます。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。新しく東京豊島区 JR 駒込駅北口から走って1分の場所にホルモン島田駒込店をオープンしたので、そちらもぜひチェックしてみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。